はい、始まりました。給与明細チャンネルです。今回は、ホテル従業員パートの給与明細書を紹介します。えー、っと、これは、あれですね、所得の源泉調子なので、年収になります。と、総支給額が111万1140円で、給与所得後の、給与所得控除後の金額が 46万1,140円となっています。当ホテル従業員のパートですが仕事内容はホテルのベッドメイクで仕事に必要な資格やスキルはありません。で月の勤務時間や残業時間が90時間ぐらいで残業はなし収入は110万から130万くらいで月9万前後となっています。 ボーナスも景気により変動ですがミニボーナスというものがあるそうです。えっ、ー、と13年続けて得られるのであれですねちょっと時給とか上がってるんですかね。まあパートで不要な内でやるんだったらこれくらいがちょうどいいのかなとも思いました今回はこれで終わります。